実はそれぞれ用途があります。北のロッキーチャンネル。どうもロッキーです。おばんでございます。今日の動画の内容なんだけども、ズバリ投げ釣りで一般的に使われる五種類のおもり。まあ一つはちょっとイレギュラーなんだけど、えっ、ー、と五種類のおもりのえっ、ー、とそれぞれあのー、用途ですね。使うシーン。 の紹介と、あとメリット、デメリットを紹介していこうかなと思っております。で、まず、えっと、一つ目が、えっ、ー、と、ナス型おもりになります。で、あの、ナス型おもりの、えっ、ー、と、あのー、まあ、特徴としましては、まあ、こう、ね、名前の通りなんだけど、こう、ナスのような、野菜のナスのような形をしてて、まあ、丸みを帯びたような感じでございます。で、こちらのあの、メリットでございますが、 えーとまずあのメリット一つ目えっ、ー、とまああのそ、ー、つなくまあ無難な形なのでまあそんなにシーンを使うシーンを選ばないのかなあのー、いろんなところで使えるのかなっていう風なのがメリットだと思います例えばあのー、結構ね、あのー、港にしても砂浜にしてもであとはあの磯にしてもね あの、いろんなところで使えるのがこのナス型おもりだと思います。メリットの一つね。で、それで二つ目なんだけれども、形が比較的、あの、尖ってるところが比較的ないんで、根がかりがしづらいっていう、あの、傾向にありますね。こちら。はい。これちょっと、あの、結構重要なんで覚えておいてください。で、えっ、ー、と、あの、これに対する、あの、デメリットでございますが、 まああの、いろんなところで使えるって話はしたと思うんだけれども、後から出てくる三角重りってあるんだけど、それよりは、まあ砂浜とかで使うには、ちょっとやっぱ潮の流れとかね、波がちょっと高かったりすると、あのー、仕掛けがこう流されていきやすいのかなっていう、そういうデメリットはあります。ただまあそんな感じじゃないですかね。まああとまあ弾丸重りに比べて飛距離は落ちるっていう感じかな。だけども、 あの、まあ、そんなに別に遠投に踏む気ってわけでもないし。なんでま、弾丸に比べればって話ですかね。一応こんな感じでございます。あの、本当に使いやすい重りはナス型重りでございます。で、二つ目。えっ、ー、と、こちら、えっ、ー、と、小田原型の重りになります。で、小田原型の重りを使う、えっ、ー、と、芯なんだけど、これもあの、夏型重りと同じで、もういろんなところで使う 得るんですよ、ね、これただあの特徴としては若干あの何、ー、て言うんだろうなこう角があるというかちょっとこう出っ張ってるような形があの特徴的でございますでこちらの,のメリットと,、えー、としましてはまああのうんと那須型おもりぐらい、えー、ともうどこで使ってもいけちゃうような感じでございますメリットね で、それで、二つ目のメリットとしては、ナス型重りよりも、あの、やっぱ角があるんで、若干ナスよりも転がりにくいんで、そういった面では、サーフでも使えるのかなサーフでも、まあ、どこでも使えるんだけど、サーフでも比較的いけるっていう点はありますね、こちらね。はい。で、デメリットなんだけれども、あのー、やはりあの、ナス型重りよりも、 やっぱ角があるんで、若干まあ、ナス型重りよりは寝がかりしやすいかなっていうのはあります。ただまあそこまで気にするレベルではないとは思います。なもんすかねデメリットって言ったら。俺、どの重り一番好きって言われたら、俺ナス型重りです。はいって。はい、はい先生って言うぐらい好きなのよ、俺。俺は完全に小田原派なんだけどね。で、次、えっと、三つ目でございますが、 こちら、ええー、と、三角おもりでございます。まあ皆さん、あのー、絶対見たことあると思うんだけど。で、三角おもり使われるシーン。これはズバリ、ええー、ともう、サーフ。ええー、と、砂浜ですね。あと、寝がか,かりがない場所。まあ港とかね。あのー、下が、あのー、比較的ガチャガチャしてない港。とかでよく使われるおもりでございますが。まあこちらの最大のメリットとしてはやはり、 あの砂に突き刺さるんでこちらはやはりあの仕掛けが流されにくいっていう潮の流れが速かったりうねりが強かったりするところでもあの比較的こう踏ん張ってくれるっていうのが最大のメリットでございますでそれであのデメリットなんだけれどもやはりあのあのいかんせんやっぱ形状がねもうもう,もう角なんで角がもう あの、三箇所、しかもでっかくあるんで、根がかりが一番しやすい重りって言われてます。三角重りが。なんで、その辺はやっぱりあの、俺だったら、もう、サーフの鮭釣りとか、でしかあんまり使わないんだけど、俺的には一番使う用途はあんまりない重りですかね。本当、射血釣りはシーズン、ね、あの、限られてるからね。 なんで一応そんな感じですかね。まあ、あとサーフでカレー狙う分にも全然使えるとは思います。はい。で、今3つ見た。次4つ目でございますが、えっ、ー、と、スパイク重りでございます。で、この重りなんだけれども、使われるシーン。これもサーフです。はい。一般的にサーフか、まあ、寝掛か,かりがしない場所。で、メリットは、あの、三角重りほどではないけれども、 あのやっぱ写真見てもらえば分かる通りあのこうだるま型ひょうたんみたいな形にこう名の通りスパイクトゲトゲがついてるんでこううまい具合にあのそこに海底の砂地のところで結構踏ん張ってくれるという感じなんでそういった面でもあの仕掛け流されるところとか流されてたくないなって思ってる人はスパイクを使った方がいいと思います。 ね、泣かされにくいいっていうのがメリットでございますでデメリットでございますがこれも三角おもりと同じでまあ他のナスとかねえっ、ー、とあと小田原とかよりはちょっと根がかりはまあしやすいのかなとは思いますけれども三角おもりほどではないと思います。はい、で次にえっ、ー、と最後でございますけれどもえっ、ー、と弾丸おもりでございます。 で、こちらは、えっ、ー、と、もう、使われるシーンは、もう、こちらもナス型オモリとか小田原同様で、もう、どこでも使えます、これ。はい。で、あのー、よく、やっぱりあのー、演奏する人がね、よく使います。はい。で、なぜかと言いますと、これメリットの中に入りますけれども、あのー、形、非常に空気抵抗とか、そういったものを、よくあの、考えられてる形状なので、 まあ、飛びますな,なのであのちょっとでも飛距離を出したいとかっていう人はあのでデメリットでございますがあの他のおりよりも若干値段がお高いっていうのはありますね。でまああと、まあ、三角とかスパイクに比べればまあもちろんあのー、潮の流れが速かったり波が強かったりしたら。 ちょっと転がりやすいかなっていうのはあります。はい。一応今5種類ちょっと紹介しましたけれども、あのー、これあくまでも俺的な、俺的な、あのー、ランキングというか、まあ、俺が一番これ使っときゃもう間違いないべっていうのは、ズバリ小田原です。はい。小田原とか、あの、小田原に似たような、まあ、本当お重りの種類っていっぱいあるから、あのー、一概にあれって言えないんだけど、あの、船が船型重りとかもあるし、 なんだけれども、一番なんかこう、使っててしっくりくるというか、もう本当にオールラウンドに使えるなっていうの感じであれば、やっぱり小田原かなっていうふうに俺は思います。なので小田原使っときゃ間違いねえかなっていうふうに思います。というわけでございまして、あの、おそらくあの、また別な機会で今度おもりの合数、合数の話ちょっとしますんで、それもぜひ見てみてください。 というわけで、北ロッキーでございました。したっけ。キーパーのロッキー。チャンネル。